新春恒例、日本の正月はこの戦いがなければ始まらない。2014年戦い始めの 1.4 スペシャルタッグマッチ、ホーレス・グレイシー、ダニエル・グレイシー VS 桜庭和志、永田裕二。総合格闘技に名を刻むグレイシー一族からの挑戦状、迎え撃つはブルージャスティス永田裕二とグレイシーハンター桜庭和志。ニュージャパンプロレスイズキングオブスポーツ。 I teach you。 俺もプロレスを超越したドリームマッチがここに。 IWGP ジュニアタッグ選手権試合 4way マッチ、タイムスプリッターズカミングスーン。挑戦者組アレックス・シェリー櫛田 VSWe are your next challengers. よろしくお願いします。アレックス・コズロフ、ロッキー・ロメロ VS 新日本得意のよ、リマッチ組んでくれよ、俺らのよ。タイチ・タカ・ミチノク VS 第37代 IWGP ジュニアタッグ王者の誕生です。王者組、ニック・ジャクソン、マット・ジャクソン。個性あふれる4チームが史上初となる 4way マッチで決着をつける。 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、挑戦者イブシコータ VS 王者プリンス・デイビッド。新日本プロレス所属になって最初の目標である IWGP ジュニアのベルトに挑戦したいです。半年間にわたり王座防衛戦を拒否し続けてきたデイビッドに対し、ゴールデンスターイブシが挑む。新日ジュニアの至宝奪還はこの男に託された。ダブルメインイベント、 IWGP インターコンチネンタル選手権試合、挑戦者棚橋博 VS 王者中村慎介。たなし久しぶり、幾多の激闘とドラマを生んできた永遠のライバル対決が2年4ヶ月ぶりに実現。もうね、大事件ですよ。中村の口から俺の名前が出るっていうね。全力でいきます。もう少しだけ輝けるとしたらこれしかないでしょう。中村 VS 田橋。最高の刺激を求め、最高の相手と戦う。たぎりまくって、いや振り切りまくる。アイセラー新日本プロレス究極のゴールデンカード、ダブルメインイベント、 IWGP ヘビー級選手権試合、挑戦者内藤哲也 VS 王者岡田和親。子どもの頃から憧れた、夢にまで見た IWGP。 己が目指すのは新日本プロレス主役の座。岡田、東京ドーム大会の、そして新日本プロレスの主役は俺だ。やるしかない、ここでやらなきゃ男じゃない。岡田、内藤よ、夢の舞台で夢をつかめ。そんなこと知ったこっちゃないっすよ。東京ドームでそのまま夢で終わらせてあげますよ、内藤さん。レベルの違いを分からせる。東京ドームに来
金の雨が降り注ぐ。そしてこのダブルメインイベント、史上初のファン投票で東京ドーム大会の最終試合が決する。やっぱり棚橋中村がどうしてもメインで見たい。中村選手、 IWGP に負けないようにインターコンチを新日本の象徴にしてください。お願いします。棚橋選手が大好きなので、あのメインで、勝ってベルトを取って愛してますが聞きたいからです。彼らをずっと追ってきたので、その結末は私も知りたいです。新日本を支え続けてきた2人による超看板カードか。もちろん IWGP ですね。どっちが強いかやっぱはっきりさせてもらわないと。やっぱり IWGP ヘビー級がメインじゃないとそんなに軽く見られちゃってるのかなっていう気がするので。ババと猪木以外ファンはいなかったんだけど、どういうわけないと好きになっちゃった。ドームでは絶対勝ってね。新日本の至宝をかけた主力の次世代対決か。年間最大のビッグマッチを締めくくるのはあなたの一票で決まる。バディファイトプレゼンツ、レッスルキングダム8 in 東京ドーム。チケット絶賛発売中。